だからあの最近も僕まだ言われますけど、そのちっちゃい子に 見られてるんだな、最近なんていうのはもうあの生まれて7ヶ月の子もケラケラ笑って見てますっていうダイレクトメールいただいてるんですけど、それは多分僕の動画を見て理解して笑ってるんじゃないので、絶対に、はい、あまりにも勘違いが、それで僕が喜ぶと思ったら大間違いですよっていうことですよね。さすがに生まれて半年7ヶ月でケラケラ笑ってって言われるとちょっとね、うん、笑われてるというかな、そういうのは笑われてるっていう、うるさくて笑ってんのかななんかそのわー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 って言ってるのが面白いかな、もうそれいいな、それはいいかもな。俺だからある意味幅で言うたらめっちゃ広いんちゃう、ほんだら俺ほんまに幅めっちゃ広いで、で俺がどん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 、もし俺の芸歴が長くなればなるほど、もうすごい幅を俺持っていくことになるで、俺そうなったらすごエグいんちゃう、だから鉄&友みたいなことになるんちゃう、俺ちょっともうちっちゃい子からおじいさんおばあさんまで笑っていただけるっていう、そういうエリアになるかもな。なんやねんそれの歌歌うよ、話しちゃうけど沖縄の挨拶はめんそれ。